男旅2020第3話、僕も今日からキャンピングカーオーナー。大丈夫、この足で歩いて行けるから、僕は一人じゃない。はい、説明の方は分かりました。いただきました。あ、なんか思ってなかったスペックがついてる、ちょっと嬉しいですね。もうちょっと広かったんだとか。そうですね、後ろのモニターも連動してます。はいはい、装備はだからね、意外に持ってくもんとか家でも考えてたら量が多くなりそうだったんで、はい、まあこっから何をどう詰め込むかっていう。そうですね、はい、ベッドも2段でいくのか、うん、下は取っちゃうのとか、こう上だけ残すとかっていうのもありだと思います。もうね、ここはね、完全に荷物が積み込みですか、はい、あと照明とか、はいはい、一応あの、ま、LED 照明に変えてはあるんですけども、うん、やっぱりこう長旅になるので、はいはい、やっぱランタンとか、うん、照明器具はあの結構持ってった方がいいです。あ、バッチリです。バッチリです。ライトは、はい、ライトいっぱいあります。キャンピングがいかにケチれるかっていうのが大事電気をケチケチ使って、はいはいはい、走行充電とかそのいろいろ充電しながら、はい、まあ、土日週末だけ使うんだったらもう行って帰ってきて充電してたんですよ。あ、そうですよね。そうじゃない方は、はいはい、やっぱりケチケチやっていかないと。そうですよ、ね、半年とか3ヶ月とか、バッテリー上げたらまたどっかで交換する。そうですよね。じゃあうちだともう道中で、例えばですけど、バッテリー上がりとかであれば、はいはい、どっかの店舗に書き込んでもらって、はい、バッテリー交換なんてもできちゃうので。あ、分かりました。旅する方とかっていうのはおすすめかもしれないですね。ああ、なるほど。やっぱり、ね、はいはいはい、店があるんで。了解です。一応この電源コードは、はい、下駄箱に。あ、下駄箱。はい。分かりました。ここの、ここ下は何ですか？あ、ごめんなさい。ここに、はい、この、ジャッキ。はい、ああ、はいはい。これを、まあ、取り除いてもらって、はい、で当てて、まあ、タイヤ交換する。はいはいはい、ここジャッキですね。はいはい、はい、はい。うわー、輝いてんなぁ。いよいよですね。いよいよですね。はい、よろしくお願いします。すみません、この度は誠に。いや、こちらこそ、何度もすみません。いえ、とんでもございます。ありがとうございます。で早速なんですけども、はいはい、あの書類の方ですね、ご説明させていただきたいと思いますので、はい、順を追って説明させていただきます、はい、まずこちらなんですけども、はい、今回あの納車前点検という形で、はい、お車の点検整備を実施いたしましたので、そちらの点検記録の方ですね、はい、はい、ついている装備品とかしっかりとさせていただいております。はい、うん、あとは車の、まあ、走り回る車の部分の、うん、整備点検も実施しています。はい、主なチェック項目とこちらが交換部品になります、はいはい、まあ、一通り、そこから結構多めだったんで消耗部品はあのまるっと交換してますんで、ハンドルもベルト関係もやってますんで、ありがとうございます。サービスに出かけられると思いますんで、はい、よろしくお願いします。体記録もなります。はい、はい、で、こちらが、まあ、車手放す時に必要なリサイクル券ですね。あ、はいはいはい。で、こちらが自賠責ですね、はい、今回車検取得だったので、うん、あの会社名の方で自賠責の方は切らせていただいてます。はい、はい、と今年度の納税証明書、はいはい、になりまして、あと車庫証明のステッカーだったんですけど、はい、はい、こちらをお渡しさせていただきます。はい、はい、これってはい貼っときましょうか、後ろいいですか。あ、大丈夫ですよ。はい、そうそう、僕言うの忘れていたな、なんか結構苦手なので。あ、いいですよ。車屋さんに貼ってもらうにはって、警察の方も、はい、車屋さんに貼ってもらった方が綺麗ですよ。そう、それでごめんなさい、送っちゃいました。あ、いいです、大丈夫です。ちょっとこれ後で、はい、あの場所してもらえれば私もお願いします、はい、これで決まってないんですか、場所は。場所はまあ後ろの、うん、後ろですね、基本的には。はい、後ろの、まあ、ガラスとか、はいはい、うん、まあそうですね、後ろガラスに車内から貼る場合と、うん、車内に貼る場合と、まあ、窓ですね、窓で、はいはいはい。でこちらが車検証の原本ですね。はい。はい、
お名前とご住所だけお間違えないか、確認の方お願いいたします。はい、大丈夫です。はい、で車検満了が、令和4年の6月12日までとなっております。はい、で今回2年車検しておきます。はい、2年後、まあ、通常通りキャンピングカーの場合も1ヶ月前から継続車検取得することができますので、はい、その際はまたご相談いただければと思います。どうしても8ナンバーついてて、はい、用途特殊でキャンピング車なんで、うん、もう場所によってはちょっとそういう専門知識がないんで、ちょっと車検継続断られちゃうケースもまだあるので、はい、場所によっては、はい、じゃあもう藤川さんにお願いすればもう間違いないです。間違いないです。わかりました、お願いします。はい、はい、こちらが、はい、書類になりますので、車検書類に入れさせていただきます。まあ、車に積んどけばいいですか。ね、あ、そうですね、助手席の、はい、中にブロボックスの中とか入れておいて、あとはもう付属品の車の取扱説明書と、はい、まあ、過去の点検記録簿がビシッとあると、メンテナンスノートになってますので、はい、そういうのがあると過去に何変えたかとか、あ、そうですそうですそうです、記録がもうずらーっと残ってたんで、結構、はい、何枚もありますので、しっかりと大事に、うん、乗られてた車っていうのがもう一目で分かるような車両になってますので、あと ETC もセットになってますね。はい、はい、こちらも合わせて入れさせて、はい、はい、最後に車両引き渡し書と保証書になるのですが、はい、その前にあとご清算が、ああ、すいません残ってました。もちろんもちろんそちら先に頂戴してもよろしいですか。下ろしてまいりました。あ、本当ですか。じゃんおびつきじゃないですか。おびつきのままで。あ、はい、すいません。じゃあ、はい、その、一応、きのまま、はい、確認してください。抜いておりませんので。大丈夫ですね。はい、落ちないんで大丈夫ですね。はい、大丈夫です。ちょっと風邪させていただきますんで、はい。失礼します。どうですか、いよいよ。いよいよですけど、原田さん。いや、ドキドキするよね。うん。いろいろね。うん、もうとにかく安全に。はい。何かあったときは藤川さんに連絡をして見てもらうと、はい、ただね、これで1枚足りなかったなと持ってますはじめてさ、口座のやり取りだったらお店作るの何百万ってあるけど、うんうん、現金100万を下ろしたの初めてはい、あります、前、はい、ぴったり、お預けです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今領収書をしますので、はい、会社名でよろしかったですね。はい、はい、少々お待ちください。あとは1年間ローン払います頑張ってください。少々お待ちください。ありがとうございます。ドキドキだよ。ドキドキですね。ドキドキだよ。はい、どうぞ。買っちゃったなんかさ、普通の車買った時はね、うん、今までもまあずっとね、うん、何台か買い替えてきたけど、うん、なんかそこまでのこう高揚感ってなかったんだけど、うん、やっぱこれから旅する相棒と思うとですね、うん、なんかすごい変な高揚感があるよね、うん、また違うからね、自家用車とね、うん、そうだね。もう事故んないようにと、転車ひかれないようにと、はい、まあ、大事に乗ります、大事に。まあでも安全運転なので大丈夫だと思いますけど。そうだね、ここあんまスピードも出さないし、うんうんうん、あとは腰痛めないか。あ、そうですね、クッション早めに買いたいと思います。お願いします。はい、いやー嬉しいな、自分の車が久しぶりに持てるっていうのはこれ嬉しいですね。こいつですよ、相棒ね。嬉しい。よいしょ。はい。ああ、やっぱ。どうですか、皆さん。ぜひね、旅の時覗いてもらえると嬉しいです。ね、大事に乗っていかないと。
なんだろうね、この高揚感。普通の本当に車買った時とか違う高揚感なんで、ぜひ皆さんも、富士ガズジャパンさん、使ってみてください。全国ね、たくさんあるので、見に行ってみるだけでも面白いと思います。ずっと情熱の行き先を手探りで探し続けて、見つけては手放して、未来へ続く今を支える力に。